ほっとした気持ちがすごい大きいですね。とりあえず肩の荷が下りた感じで。もう二度とやりたくないです。お前は底力があるで大丈夫やって。朝が自習室行くのにすごい早いのに、僕よりも早く起きて朝ごはんを毎日作ってくれたのが、まあ、自分が行きたいところに行ければいいって言ってくれたんで、別に落ちても気にしなくていいからって言ってくれたのがすごい良かったです。機会がないと言えないかな。ないですね。恥ずかしいから。伝えなきゃいけないとは思ってます。はいはいはい、もちろんです。やっぱり感謝の言葉を伝えるのは大事だと思うんで、はい。お母さんへ、今まで言葉にしたことは少なかったと思うけど、家のことだけじゃなくて勉強のことを心配してくれたり、少しでも勉強しやすい環境を作ってくれて感謝しています。数日は会話のないのが当たり前だった時期もありました。その時は私は本当に自分に余裕がなくて、話しかけられてもイラついた言葉と態度で八つ当たりしてしまいました。それでも我慢して私の話を聞いてくれてありがとう。話しかけないで邪魔など心配してくれるのにもかかわらず、辛辣な言葉態度をとってしまいました。しかし大きな懐で受け止めてくれて、最後まで支えてくれました。お父さん、私にとって頼りがいのある大黒柱のような存在です。今年1年で特にそのことを実感しました。でも頼りがいのあるのはいいことだけど、何でも自分一人でやらないでください。頼りないかもしれないけど、これからは私のことも頼ってください。ありがとう。ありがとう。ありがとうっていう言葉は今日初めて聞いたので、はい、嬉しいです。